こんにちは。今日は11月4日、3連休最後の日、月曜日です。いよいよですね、唐松紅葉ですが、色合いがですね、だいぶいい感じになってきました。多分ですね、三本台ゲートあたりが今一番見頃かなと思います。今回は三本台ゲートまでですね、ちょっと自転車でどのようになっているか見に行きたいと思っております。観光センター周りの山々の色合いです。秋がより一層深まってきました。旧カメラゲレンデの唐松紅葉です。三本岳レストハウス手前の、直線のなだらかなところです。唐松が輝いてますね。カマシカゲレンデが見えてきました。ここの唐松は綺麗ですね。見頃です。ただ道中はですね、だいぶ落葉も始まってます。特に 1700m 付近ですね、そこの紅葉はちょっと、落葉が激しいですね。三本岳の駐車場です。ゲートの管理小屋ですね、撤去されております。ゲートもですね、クローズドになってます。閉まってます。カモシカゲレンデですが、草刈り終わってますね。乗鞍エコーライン、冬季閉鎖に入りました。自転車はですね、来年7月1日からオープンとなります。晴れ山バスはですね、4月27日から、予定されてますね。三本岳レストハウスは今、軒先をですね、修理しております。今日は比較的暖かいですね。スキー場の唐松紅葉です。時刻は12時を回りました。今日三本岳ゲートまでですね、唐松紅葉を見てきました。だいたい標高 1600m あたりからですね、見頃になってましたので、その先は落葉が激しくなってました。乗鞍高原はですね、唐松紅葉が綺麗になってきたという感じがいたします。後日情報ですが、最終日31日はですね、三本岳20m付近ですか、エコーライン道路崩落のため運休でしたね。ちょっと乗鞍満喫、この日はちょっと留守だったもんですから、ちょっと状況分かりませんでしたが、結局バスはですね、30日まで運行して31日は運休ということになっておりました。
自然保護センターはまだオープンしております。ご利用なさってください。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。